消費者金融、アコムの無人契約機店舗内の写真、アコム株式会社は、三菱 UFJ フィナンシャルグループに属する日本の貸金業者である。マスターカードのプリンシパルメンバーでもあり、クレジットカード、アコムマスターカードを発行している。2014年2月現在、マスターカードがライセンスを与えている、日本国内唯一の消費者金融事業者である。社名のアコムは、 アフェクション、コンフィデンス、モデレーションの頭文字をまとめた造語である。企業理念は、アコムは人間尊重の精神とお客様第一義に基づき、創造と革新の経営を通じて、楽しく豊かなパーソナルライフの実現と生活文化の向上に貢献するとある。木下京介のジップ、木下正雄明氏生まれが、 神戸の五福店で奉公した後、1936年4月2日、神戸三宮に丸糸五福店を創業した。1947年頃から七夜も始め、それが現在のアコムの前身である。その後、1978年にアコムを設立した。なお、丸糸五福店は丸糸となり、現在は丸糸ビルショーの大規模。 テナントビルマンションの賃貸及びホテルモントレを書くとする不動産事業を行っており、アコムの関連会社扱いとなっている。かつては三菱信託銀行がメインバンクであり、そのつながりから東京三菱銀行並びに三菱信託銀行が参加に入る三菱東京フィナンシャルグループとアコム DC カード並びにジャックスの合弁で、 銀行系消費者金融東京三菱キャッシュワンを設立し2002年より事業開始した2004年には三菱東京フィナンシャルグループと戦略的業務提携、資本提携を締結し第三者割当増資により MTFG の関連会社となり東京三菱銀行の無担保ローン事業の信用保証業務の受託などのシナジーを挙げていたが 実際には2006年の三菱東京 UFJ ビザの保証業務を DC カードから DC キャッシュワンへの移管及び2008年のアコム保証による三菱東京 UFJ 銀行のカードローンバンクイックの発売まで実現を待つこととなる。また、キャッシュワンの債務超過解消のため MTFG による原資後増資にアコムは応じている。さらに2008年9月には か払い金請求などに伴う貸し倒れ引当金の大幅積み増しによる財務基盤の悪化を抑制するため三菱 UFJ フィナンシャルグループが株式公開買い付けを実施持ち株比率が40%となり連結子会社化している2007年6月18日から業界に先駆け12から18%の利息制限法内の利率にて営業しているこの際 広告には71年目のアコムですと告知しているが、これは五福店創業から数えてのものである。2009年5月に MUFG の消費者金融事業の再編施策によりアコムは DC キャッシュ案を吸収合併し、同社の融資事業についても統合している。アコムのサラキンカードは AC カードである。取引に関する対外的な表記はアコムではなく、 AC という事実上の因果を積極的に使用しており、明細書などの郵送物も AC サービスセンター名義で発送される。事実上、同居人などの第三者からアコムを利用していると気づかれにくくするカモフラージュ効果を狙っているのだがアコム側はプライバシー保護の観点からという名目で正当化している。返済期日は返済の翌日から35日後以降は 返済日から35日後、毎月の返済日を任意に指定したり、口座振り替え払いとすることもできる。コンビニ ATM での入出金には手数料がかかるが、ページを利用したネットからのアコムへの入金には手数料がかからない。また、AC カードのキャッシング枠を反映した自社発行のクレジットカード、アコムマスターカードを募集しており、 AC カードとしてのキャッシング利用に加えて、マスターカード加盟店でのショッピングと海外キャッシングの利用が可能である。また、消費者金融系では珍しいショッピング専用タイプも発行している。無人君の一レアコムは自動契約機を初めて開発した会社である。特許取得については、当時の社長である木下京介が業界発展のために 特許取得の手続きを見送ったとの内容が社内広報で公表されている。現在はカード発行や変更契約等を行える無人君のほか電話ボックスを一回り大きくした程度の空間で新規受付のみをするクイック無人を全国各地に展開している。無人君には通常 ATM が併設されているがクイック無人には ATM は設置されていない。 次の預金取扱い金融機関の無担保消費者ローン事業制資金ローンの信用保証業務を担当している。初めて契約をする利用者には契約日の翌日から30日間は契約極度額を上限として無利息金利0円で融資を受けることができる。このサービスが始まった当初は画期的なサービスとして注目を集めたが最近では 姫銀クイックカードローンといった銀行系カードローンでも同じようなサービスを提供している会社も増えている。当初のキャッチフレーズは元気なカード。80年代半ばよりたちまちキャッシングアコムを使うようになった。この頃は松井直美が CM に起用されていた。1994年頃から自動契約機無人君のイメージキャラ、 ちゃんと成人の CM シリーズ、ラララ無人君で一躍知名度が上がったが、1998年頃に同 CM シリーズは終了。その後、アコムマスターカードの CM を経て、2000年12月頃からシンガーソングライターの鈴木隆史による初めてのアコムの各曲が登場。2001年にイメージキャラクターとして爽やかな女性店員が長期にわたり登場する CM となり、 消費者金融のイメージを一新。その後は、熊田洋子や品川昭治、木内明子や広志カンニング竹山、石原厚美、エヴァトミロ、大島舞、タモリ、渡辺真理長崎広美、竹井聡、そして渡辺厚郎、佐藤美希に至る。イメージソング、チャーンとアコム。初めてのアコム TBS 系列での放映では、枠は30秒。 番組本編の CM 内では15秒のみで放映され、ヒッチハイクで残り15秒が放映されていたが、2012年10月からは30秒放映に変更した。他、スポット枠で放映中かつてアコムは2001年に陸上競技部を創立、東日本実業団陸上競技連盟に所属していた。全日本実業団対抗女子駅伝競争大会や、 マラソン大会などにも出場していたが、消費者金融業界をめぐる状況の変化などもあり、2010年3月をもって配布することを発表。今後も陸上競技を続ける選手は移籍先を探すこととなった。なお、世界陸上セビリア大会女子マラソン8位入賞、ドーハアジア競技大会女子マラソン銅メダルなどの実績を残した小葉隆子は、 38歳の高齢となったこともあり、第29回大阪国際女子マラソンを最後に、現役ラストラン5位の高成績で競技生活を締めくくった。過去には、竹藤やアイフル、アイクもマスターカードを発行していたが、アイフルは、クレジットカード事業を子会社、ライフへ集約、他2社は事業を撤退している。これに伴い、三菱東京 UFJ 銀行が取得する。 保証新会社の普通株式の50%をアコムに譲渡し、三菱東京 UFJ 銀行が保有するモビットの株式のすべてを SMBC コンシューマーファイナンス株式会社に譲渡している。ソニー損保と確実交代。2019年7月2日は出演者の闇、営業問題の影響で提供自粛した。かつては木曜日のアメトーーク。 に提供していたが、出演者の闇営業問題の影響で2019年6月13日から7月4日まで提供自粛。その後、途中降板となった。ソニー損保と各州交代。ただし、改編期に放送する代替番組は、全編ローカルセールス枠となるため、提供されない。2020年8月31日以降は、絨毯付きのカラー表示。 通常はローカルセールス枠ではあるが、2009年4月からタモリ出演により一部の地域でもスポンサーとして参入していたが2010年度から撤退。大畑海横は2000年までは A 団地下鉄陸上部に所属していたが、同年3月8日に発生した A 団日比谷線中、木黒駅構内列車脱線衝突事故により、A 団地下鉄の陸上部は廃部されたため、 アコム陸上競技部に配属した。ありがとうございます。